先週末のケネディ国際空港、行われていたのはこの日ニューヨークと羽田を結ぶ直行便を開設した日本航空の就航記念セレモニーです。 Now with the addition of this New York JFK Haneda flight makes both Japan Airlines and American Airlines not only stronger but better competitors here in New York。経営破綻による公的資金投入で新規路線の開設が制限されていた日本航空ですが、その制限が3月末で終了。翌4月1日のこのニューヨーク羽田線の開設で、これまでニューヨークから1日2便運航していた成田線は午前中の1便になり、午前に成田、午後に羽田に向かう便が毎日1便ずつ飛ぶことになります。やっぱり武蔵小杉に住んでいるので、羽田からリムジンで1本で帰れるのすごい便利で、もう本当に助かります。都心に近く、ビジネス、観光ともに高い需要が見込めることから、ドル箱路線と呼ばれるニューヨーク羽田線。特に今回の開設で日本航空は、羽田発着ともに利用客に使い勝手がいい運航スケジュールになるよう考慮したといいます。羽田に到着しますのが夕方の4時25分というダイヤですので、いわゆるそのビジネスマンが銀座とか、いわゆる東京エリアの会食、夜の会食に十分間に合う時間帯であること、でもう一つはその日のうちに日本国内各地にお乗り継ぎいただけるということも非常に大きな利便性につながるというふうに思っております。さらに使用する飛行機はファーストクラスを備え、エコノミークラスもレッグルームが広めに作られた大型機。240人以上乗せることのできるこの飛行機が、ニューヨーク発の便はほぼ満席と好調なスタートを切りました。日本航空は今後もさまざまなニーズの利用客に対応し、日本アメリカ間という人気路線を質量ともに拡大させていきたいと語っています。